皆さんこんにちは、バスケットボールダイナーの宮本です。今回はユース企画の第2弾ということで、B リーグの、ユースのコーチたちにまたお集まりいただきました。はい、皆さんこんにちは、アースレン東京 ZU15、ヘッドコーチの岩井貞健です。皆さんこんにちは、宇都宮ブレックス U15 でヘッドコーチをしております本屋と申します。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、茨城ロボッツアンダー15ヘッドコーチの根本です。よろしくお願いします。では早速根本コーチなんですけれども、茨城ロボッツ、まずはチャンピオンシップに向けて、チームの現状聞かせてもらえればと思うんですけども、茨城ロボッツのアンダー15は、10月チャレンジカップ、終えてから、県独自 のコロナ緊急事態宣言が出て、3週間ぐらいチーム練習ができてない状況だったんですけど、2月中旬ぐらいからようやくみんな集まって練習できるようになって、大会に向けて正直話すとコンディションが戻ってなかったり、3週間やってなかったっていうそこの時間による言い方悪いですけどデメリットが正直あるなっていうのが最初の1週間感じてた部分なんですけど、自分たちはこう口うるさく言い訳をするなっていうのを、チームスローガン的な感じで常に選手とコーチとは言っていて、その1回の練習に対する集中力とか、あとはその練習のメニュー、コーチ側でいうと練習のメニュー作りとか、そういうところでその3週間を超えるようなチームを作れたらなっていうので今頑張って活動しているような状況です。グループステージ、おそらく茨城ロボッツは最注目と言われるグループに入ったと思うんですけど、横浜さんと FE 名古屋さん、率直にそのグループに入ったことを、知った時どんな印象ですかね。頭痛いですね。いや本当に、チームが強いプラスアルファ その選手一人一人を見たときに本当に個性あるし、対戦相手として最初本当に頭痛いなと思ってたんですけど、そういうチームとまずやらせてもらえること自体が本当に選手も僕も ありがたい経験なのと、いつか超えていかなければいけないそのタイミングなのかなっていう、本当尊敬してるからこそ本当に超えたいなっていう、結果が全てじゃないですけどちゃんと全員でファイトしたいなっていう、今はもうその思いしかないです。根本コーチ自身が SNS にも上げているので、ぜひ、フォローしていただいて、チェックしていただけたらと思うんですけども、そのオフェンシブスタイルっていうところを一つ、聞いていきたいなと思うんですけども、それがロボッツ U15 の、一つスタイルっていうことでよろしいですかね。はい、間違いないです。それは具体的にはどんな、こう常に先手を取る、オフェンスもディフェンスもメンタリティに関しても相手が、例えば本当に強いから、じゃあ自分たちがこうマイナスな気持ちになるか、そうするとプレーも全部マイナスになっちゃうんで、まずメンタリティ的にも、まずリスペクトの気持ちを持つことが大事っていうのと、やっぱり自分たち以上に努力してたりもう本当にすると思うし、なのでその気持ちを結構中学生に持たせるって難しいんですけど、相手がどこであろうと本当リスペクトしてもうなぎ倒す勢いで、本当メンタリティに関してはそこを強調してる。でオフェンスもディフェンスも相手が何か仕掛けてくる前にこう自分たちのスタイルを前面に出して、相手をこう自分たちのバスケに飲み込ませるっていうスタイルを常に確立してるんで、それがディフェンスで言うと強度の部分であったり駆け引きの部分であったりっていう、オフェンスで言うと僕たちはそのトランジションがそのハーフコートに入るっていうそこの流れをかなり重要視してるんで、ハーフコートバスケにはしたくないっていうのがもうこの3年かけて作ってきたスタイルだし、トップチームも同じようなスタイルでやってるので、そこはすごい大切にしてる部分です。もちろんコーチによってスタイルはもちろんあると思うんですけど、僕が結構こうトランジションとか、ディフェンスハードに頑張るとか、割とこう、言い方は悪く聞こえたら申し訳ないんですけど、こう昔ながらのバスケットが好き、そのポストにボール入れたり、その昔ながらのバスケットボールに対してすごいリスペクトがあるので、たまたまその同じような考えを持ったコーチ、リッチコーチがトップチームやってるっていうのもすごく大きくて、
でこの間リッチコーチがユースの練習来てくれたりっていうそこのコミュニケーションも取れてるので、まあ、そのトップチームと同じ考えを持ったバスケットボールができてるっていうのはなんかすごい面白い、多分他のチームになかなかないじゃないかなっていう、はい、いやこのチャレンジカップで、まあ、茨城ロブスさん見事優勝されて、はい、まあ、ある意味チャンピオンっていう形で、まあ、いやいや外からの見え方としてはですよ、はい、もちろんチームはそう思ってないとかチャレンジャーとして向かっていくっていう部分はあると思うんですけど、やっぱり外から見るとチャンピオンとして一つ大会に入っていって、まあ、2冠を取れる唯一のクラブでもあると思うんですけど、それはどのように考えているというか、まあ、選手たちアプローチしているっていうところはあったりしますか？そうですね、去年から、まあ、僕たちは、2年生チームっていう言われ方をされていて、まあ、スタート2年生4人とか、まあ、3人とかっていうチームだったので、まあ、来年はいいぞと周りにされて入ったシーズンだったんですね。まあ、県内の大会でいうと、まあ、結果を出してはいたんですけど、まあ、怪我人が出たり、まあ、チームのそういうコンディション調整とかチーム練習の部分がうまくいかなくて負けたりっていうケースもあったっていうのも事実で、でそういう勝ったり負けたりっていうのが続いて迎えたその10月の大会、 Bリーグの大会で、結構天狗な部分が多分選手の中にも、まあ、僕の中にもあったんですね。ただその県内のそういういいチームたちがいたおかげで自分たちが向き合わないといけない本質的なところに気づき、もっとハングリーにやろうっていう、でそれで迎えた大会だったので、こう逆にその茨城県の、レベルの高さ、そういう選手の可能性の高さを証明したいっていう思いがあったんですね、僕の中に。その茨城ロブスっていうチームをもちろん証明することも一つなんですけど、その茨城県出身選手の可能性ってこんなにすごいんだぞっていうのを個人的にはどうしても証明したかった。なので、まあ、大会結果優勝したっていうのは本当にそういう茨城県のために貢献できたんじゃないかなっていう思いがあったので、そこはすごい大きかったですかね。じゃあちょっと話が変わるんですけど、この今回 の、 このチャレンジカップの、まあ、対談企画で、アースプレンズ東京 Z の岩井ヘッドコーチと宇都宮ブレックスの、本屋コーチと対談で、いろんな話をしてるんですけども、この2チーム、根本コーチから見てどんなチームであったりとか、こうもし対戦するんであればこういうところ考えるなみたいな、はい、これ印象をもしよかったら聞かせてもらえたらなっていうのを思うんですけど。そうですね、印象で言うと まある意味対照的かなと思ってて、アースフレンさんは、はい、スケールでかくてもう確かにもうスケールでかくてもう個で打開してくる、うん、対戦相手としては一番嫌なチームだなっていう印象で、ブレックスさんはその逆で子もいいけど、まあそのまあ、この間本屋さんもおっしゃってたんですけど、その3人の動きを重要視してるっていうところからも分かるんですけど、チームとしてどう動くかみたいな、まあ、もちろんアースフレンズさんもそうだと思うんですけど、印象的には子で打開してくるアースフレンズさんとチームで打開してくるブレックスさんみたいなイメージが、本当こうブレックスさんは繊細なところをこう丁寧にしつこくオフェンスもディフェンスもやってくるんで、正直話すとどちらもやりたくないです僕個人的にも、まあ、やっぱり育成やらせてもらう上で目指し追いかけてる2チーム、僕の中ではその、岩井ヘッドコーチと、今ブレックスのアンダー18の方に行ってる新井コーチ、この2人を本当に尊敬してて、もうこの2人を越すためだけに頑張ってきたって言っても過言ではないぐらい本当に尊敬してて、またこういう大舞台でやらせてもらえる機会があったらいいなと個人的には思ってるんで、本当楽しみです。ぜひね、この、まあ、対談を公開、まあ、させていただいて育成年代を語ろうっていうところで、いろんな話をしてきた3チームなので、ぜひそれが、まあ、決勝とか準決勝とかの舞台で、対戦してもらえればって僕も思います。じゃあ最後の質問なんですけども、はい、まあ、今大会、まあ、これを終われば3年生たちは、高校に進学してっていうところで、まあ、いろんな思いとか、まあ、いろんな、まあ、それこそロボッツさんも3年間の立ち上げから3年間一緒にやってきて、なんかこう
選手たちにこういう大会にしてもらいたいとか、まあ、一緒にこういう大会にしていきたいっていう思いとか期待があれば聞かせてもらいたいなって思うんですけど。そうですね、まあ、ロボッツの選手でいうと、まあ、本当にこの1年、まあ、選手のお兄ちゃんとかお姉ちゃんの年齢聞くと本当僕と同級生だったりするんですけどそうですよねまあなので、まあ、オフコートでは本当にいろいろまあ、ある意味雑談もしたし、オンコートに入るとやっぱ選手とコーチの関係っていう、そこのオンオフが本当に、まあ、ある意味選手たちだったんで、あの純粋にこの1年楽しかった、あの本当大雑把に聞こえるかもしれないですけど、一緒にバスケやってて楽しかったなっていう印象で、やっぱりコロナの影響で、まあ、どこのチームの選手たちもきっとあの思い通りに試合ができなかったりっていう、そこの気持ちが絶対にあると思うんで、まあ、僕たちとしてもあのやっぱり試合がなかなかできなかった悔しさもあり、まあ、ただその10月の、まあ、チャレンジカップで優勝したっていう自信もあり、ちょっと複雑な気持ちであるんですけど、まあ、そのバスケットを純粋に楽しむっていう気持ちをこうコートにちゃんと置いていきたいなっていう、その自分たちのゲームを、まあ、映像で見て、まあ、こう何かこう思い、まあ、感動だったり、その親に保護者の方に対しては感謝の気持ちだったりっていうのを映像越しにでも伝わるぐらい本当にエナジー出してやってほしいっていうのはあの僕としての思い、やっぱりありがとうなんて照れくさくてきっと中学生なんで、うん、やっぱ言葉に出しにないんで、もうバスケでちゃんと気持ちを伝えないといけないよっていうのはこう常々言ってることなので、本当そういう気持ちをプレーで表してくれたらいいなっていう、なので本当僕としてはあのロボッツの子たちが、まあ、コートであのそういうプレー緊張する中でもちゃんといいプレーができるように、本当にバックアップするだけなので、ちゃんとそのバックアップっていう仕事に徹して頑張りたいなと、私選手に対してはもうさっき言ったようにもう思いっきり楽しんでほしいなと思います。はい、では続いては、宇都宮ブレックスの本屋ヘッドコーチに、お聞きしていきたいと思います。ではまず、チャンピオンシップに向けてのブレックスさんの現状とかお聞きしたいなと思うんですけれども。はい、練習に関しては、こうコロナ禍の中ですが、あの感染対策を行いながら通常通り、実施をさせていただいております。まあ、一時期こう受験勉強とかで、なかなか来れない選手もいたんですけれども、もうあのみんな落ち着きまして、大会に向けて全員であの練習ができている状況です。ではブレックスのチャンピオンシップのグループステージの、はい、お話をちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、ここだけちょっと変則的でして、まあ、グループ A のサンエンネオフェニックスの2チームの、グループに入りましたけれども、その辺は、そこに向けてはどんな調整であったりとか、大会に向けてですね、こうそのメンタルコントロールであったりとか気持ちの持っていき方とかあればお聞きしたいなと思うんですけども。そうですね、まずあの三円さんの、バスケットに関しては今シーズンのバスケットは全く見たことがないので、正直こう私たちも、推測で話している部分が多いんですけれども、まあ、こう選手たちも決してこう気を緩むこともなく練習に取り組めてますし、あの毎回大会で言うのは本当に1試合目、大会の1試合目の1クォーター目が一番大事だよって話は常にしているので、あの選手たちもあそこの意識は常に持ってくれてますし、まあ、そこがうまくいけばあの上り調子で、チャンピオンシップ優勝まであのいけると思ってますし、そういう意味では選手たちは気を引き締めながら練習にも臨めている状況ではあります。実際こう大会が近づいていくにつれて、はい、なんか選手たちの気持ちの変わりようであったりとか印象の変化とかを感じたりするところってはあったりしますか？そうですね、ちょっと前までは結構ピリピリしてたんですけど、逆にこう大会近づくにつれてバスケット楽しんでるなって僕自身思ってて、練習中も笑顔が増えましたし、そういった部分では逆にいいリラックスした状況であの大会に臨めるんじゃないかなとは思ってます。まあ、そんなブレックスさんは、まあ、この大会3連覇がかかっているということで、はい、ただ本屋コーチ自体は、アシスタントコーチからヘッドコーチに昇格して今シーズンが最初のシーズンということで、はい、こうそこに向かう難しさであったりとか意識したこととかっていうのがあればお聞かせいただきたいんですけれども。
そうですね、3連覇を考えると、まあ、非常に胃が痛くなるというか、プレッシャーがすごく自分の中でもあるので、まあ、そこはそこまで自分自身は考えないようにしてて、まあ、こう優勝したからといってプロが約束されてるとも思ってないですし、やはりこう一つの、それは結果であると思っているので、まあ、そこを結果を求めるためのこう過程の部分で、どれだけ悔いの残らない準備をしてきたか、それが、まあ、試合でどれぐらい発揮できたかっていうところが一番僕は大事だと思っているので、まあ、そこまで僕自身はプレッシャーを感じすぎないようにはしてはいるんですけれども、まあ、逆にこう選手たちがまあ、優勝をとにかくしたいっていう思いで練習はしているので、まあ、そういった部分でその気持ちに少しでも寄り添って応えてあげていきたいなっていう思いはあります。宇都宮ブレックスの、U15 の注目ポイントとか、ぜひ、バスケットライブとかで応援いただける皆さんに向けて、はい、このチームは こんなチームですっていうところがあればお聞かせいただきたいんですけど。そうですね、ブレックスに関してはディフェンスの部分は全員がハードワークできるので、そういった部分は、まあ、1対1のディフェンスであったりとか、そのポジショニングの準備であったりとか、そういうディフェンスの、個の力、それから組織力っていうところはぜひ見ていただきたいですし、そのディフェンスから、トランジションバスケットにつなげる部分であったりとか、逆にこうハーフコートバスケットになったときに今シーズンも3人の動きの部分は徹底して取り入れてまして、隣との関係性であったりとか、隣ともう一個奥の選手との関係性であったりとか、そういう部分は、チームを通して練習してきたので、そこは見ていただきたい部分であります。ブレックスメンタリティってトップチームもよく言われるじゃないですか、はい、そういうのってこうトップチームとユースでこう一応2チームが存在する中でやっぱり受け継がれるところであったりとか、子どもたちがやっぱりブレックスっていうそのチームロゴ、チーム名を背負ってるっていうところで、なんかポジティブな影響とか、こう人間的にこう成長する部分であったりとかっていうのは実際あったりするんですかね。そうですね、まあ、ブレックスメンタリティとしてトップチームが毎試合のように体現してくれてますが、やはりこう最後の1秒まで諦めない姿勢であったりとか、例えば1個のルーズボール、1つのリバウンドを全員で絡んだりとか、そういう部分が私はブレックスメンタリティだなっていうふうに思ってはいるので、この育成でも、うちの選手たちもこう最後の最後までプレーをやり続けたり、1つのルーズボールをみんなで追ったり、本当にトップ選手がそういう献身的な部分を一つ一つしっかりやってくれることによって、私たちの U15 に関してもこうあるべきなんだ、ブレックスメンタリティというのはこういうものなんだっていう風に非常に分かりやすい指標になっていると思うので、もう本当にいい影響しかないなっていう風には思ってます。じゃちょっと話が変わるんですけども、はい、今回の対談で、茨城ロボッツの根本コーチと、はい、アースフレンズ東京 Z の岩井ヘッドコーチと、対談を前の2本の動画ではしているんですけども、チャレンジカップでも対戦があったと思うんですけども、この2チームの、本屋コーチからの印象とか、まあ、あとは対戦、まあ、勝ち上がっていけば上の方で準決勝とか決勝とかで当たると思うんですけども、はい、そのもし対戦する場合、まあ、対戦するときはもうこの映像を見ることは時間的には無理だと思いますので、はい、こう自分が対戦相手であればどういう対策をしていくかなみたいなのが、まあ、簡単なものあればお聞かせもらいたいんですけども。そうですね、まずロボットさんに関しては私たちチームと同じようにディフェンスのところで本当にハードワークできる選手が多いのと、やはりこう個の1対1のスキルが本当に高いなっていうのは練習試合やチャレンジカップで対戦させていただいて非常に感じている部分があるので、まあ、対策というと難しいんですけど、やはりこう簡単にボールをもらわせないことを徹底してやってみたりとか、まあ、ボールをもらわれた時のディフェンスの間合いであったり、他の選手のポジショニングであったりとか、そういうところを徹底してやっていくことが
まあ、私たちがロボッツさんに勝てる一つのきっかけになるとは思っているので、で決勝で当たることになるんですよ、最終的には多分。そうですね、はい、なのでしっかり勝ち上がっていきたいなと思っています。はい、決勝がブレックス対、はい、ロボッツ、まあ、もしくはアスフレ、そうですね、がそこに絡んできていただけるとこの対談も大成功。まあもちろんね、結果が全てではないので、はい、育成年代に関しては、まあといえども真剣勝負の場なので、そうですね、ぜひ僕も楽しみに、はい、予選リーグから拝見したいと思います。はい、アスフレはどうですか。アースフレンズに関しては本当にサイズがとにかく高くてポテンシャルのある選手が揃ってますし、やはりそういう選手たちがリバウンドに献身的に絡むっていう部分では本当に脅威だなっていう風に感じてますし、逆にこうオフェンスの面で関してはもう本当にまっすぐゴールにアタックしてくるので、ディフェンスからすると一番やられたくないものであるので、非常にこう怖いなって思う部分もありますし、まあ、そこのアタックする時に関してのコンタクトも恐れず自分からこうぶつかってきたりとか、非常にそこの部分に関しては脅威だなっていうふうには感じてます。でやはりこうもし決勝で当たらさせていただいた時に対策は、まあ、やはりこう私たちはボックスアウトの部分を徹底してやらなきゃいけないと思ってますし、チャレンジカップでも2クォーター目までは勝っていたんですけれども、そうですね、3クォーターでガラッと流れが変わった部分に関してはやはり私たちがボックスアウトを徹底できなかったことで、やはりドライブからのコーナーのスリーポイントが相手も気持ちよく打ててたこと、この2つが私としては敗因だと思っているので、まあ、やはりこう何か難しいことっていうよりもシンプルなことをどれだけチームとして徹底できるかっていうところはこの大会においては非常に大事になってくるところなんじゃないかなと思ってます。最後なんですけども、はい、今大会、まあ、中学生の年代の最後の締めくくりの大会をこの大きな大会でチャンピオンシップでユースチームは締めくくることができるという、ことなんですけども、この後選手たちはまあ高校であったりとかブレックスさんであれば U18 にステップアップしていく中で、こう選手たちにとってどんな大会にしてほしいかとか、そういう思いや気持ちがあれば本屋コーチの言葉を聞いてみたいなと思うんですけれども。はい、まずはこう大会があることに感謝をしなければいけないですし、まあ、参加するチーム全チームが3日間怪我人を出さずに無事に大会が終わることが、まあ、一つ私たちがやるべきことかなと思ってます。で選手たちに期待したいことに関しては、まあ、今まで苦しい練習や厳しい練習をしてきたので、やってきたことをしっかり発表できる場として全力で楽しんでほしいなって思ってますし、まあ、私の目標としてはこう、まあ、3年生は U15 カテゴリーの大会は最後になるので、まあ、ブレックスでバスケットができてよかったなと思ってもらえるようなまあ、そういう環境を気持ちよくプレーできる環境を、まあ、作ってあげたいと思ってますし、まあ、全員優勝を目指してやってはいるので、まあ、最後は全員で優勝をつかみに行きたいなと思ってます。はい、それでは最後はアースフレンズ東京 Z15 ヘッドコーチの岩井定健ヘッドコーチと、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、岩井コーチ、はい、まずチャンピオンシップに向けての、はいはい、現在のチームの状況であったりとかをお聞きしたいんですけども、はい、チームの状況は、今は緊急事態宣言が解除されたんですけども、まあ、なかなか1月から3月まで緊急事態宣言の中で、練習を行っていたので、まあ、なかなか時間と場所の制約条件があるような状況だったんですけども、まあ、その中でもできることを工夫して、やっていこうということで、今練習を進めているような状況ではあります。じゃあ実際のこうパフォーマンスがどうかっていうのは、まあ、ちょっと大会をやってないと分からないのがもう一番で、はい、正直分かりません。まあ、はい、そうですね、そこは正直どのチームも抱えている
共通の悩み部分かもしれないですね。はい、はい、その中で、はい、東京 Z さんはグループリーグ、はい、予選ですね、はい、で、はい、広島さんと、まあ、トップチームに降落された尺の、はい、コーチが、もともとユースにいて、はい、WD ボリューム10の方で対談を、はい、して、すごく僕も勉強になった対談だったんですけども、はい、まあ、そういうちょっと、まあ、僕ら的に押していきたい対戦があったので、はい、残念な部分はあるんですけども、はいはい、もう1チームが群馬クレイサンダーズということで、はいはい、そのあたりはどのように印象といいますか、を感じてますか。はい、まあ、もちろんここでスカウティングを喋っていただいて大丈夫ですけど。いや、ここは、まあ、広島さんも群馬さんも素晴らしいチーム、それぞれチームに特徴があるようなチームなので、映像は見させてもらって、で、まあ、群馬さんは去年の映像なんですけど、まあ、2年生の子たちがそのまま残ってるようなチームなので見させてもらって、こう、まあ、アジャストしてくる部分と、僕たちがこうコートの中でスタイルして戦う部分を、まあ、こうどう織り交ぜていけるかっていうのが、まあ、すごい大事な試合になってくるんじゃないかなと考えてます。これも予選なんですね。わからないです。やってみないとどう出るかっていうところが、これわからないです。難しいところですね。はいはい、じゃあ、まあ、そんな東京 ZU15 なんですけども、まあ、バスケットライブで放映されることが、リリースされたりとかしまして、まあ、B リーグファンの皆さんも、B リーグと同じように、観戦ができるんですけれども、はい、ぜひ、こういうポイント、はい、チームのここを見てほしいだとか、こういう魅力であったりとかっていうのがあればお聞きしたいんですけども。まずは僕たちのチームのこうスタイルがポジションレスバスケットボールっていうのは一つ、他とは違うところなのかなっていうのは感じます。僕たちのこう独自性の部分だと思ってます。で、その中で、僕たちのチームが掲げるミッション、まあ、B リーグも同じように掲げてるんですけど、日本代表が、勝利することに貢献することと、世界で活躍する人材を輩出することっていうのがあるので、まあ、これをバスケットボールの競技を通してどういうふうにして行っていくのか、かつその U15 年代で、じゃあその取り組みに、その目標達成に向けて、まあ、どのような取り組みをしているのかっていうのを、ぜひ見てもらいたいなと考えてます。はい、実はこの東京 Z さんの方の、練習、うん、U15 の練習にですね、まあ、取材に、何度か密着させていただいて、バスケットローブボールダイナーの方で、配信をするということでですね、はい、先か後かちょっと分かんないので、ダイナーの位置を伏せときますけど本当に僕も通わせてもらう中で、他の取材でも何回か、うん、Z の U15 の、練習は見させてもらったりとか、まあ、もちろん試合もチャレンジカップとか、はい、配信で見させてもらったんですけども、本当にこうこのポジションレスのこう面白さというか、あ、この選手はこんな発想持ってるんだとかいい意味でも、はい、なんていうんですかね、驚きというか、なんかむしろそれはちょっと違うだろうっていう面白さとかっていうのも、はい、すごく感じて、こうでもなんかなんていうんですかね、きっといろんなところでポストプレーばっかりやってるような選手たちがスリーポイント打ってみたりだとかっていうところも、こうやっていく中で楽しそうにプレーしていくのは本当に魅力だなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それが入るかどうかはどっちに触れるかっていう面白さがまたちょっとギャンブル的じゃなくて、はい、あるとは思うんですけど、なんかそういう中で岩井コーチがこう気をつけてることとか、もしこう気遣ってるといいますか、こういう言葉を積極的にかけていこうとか、もしそういうなんか考えてることがあったら一度聞いてみたいなと思ってたんですけど。なるほど、ここも難しいですね。声かけは子供たちによって変わるんじゃないかなという部分が、すごい感じてますね。こう、あれば今今年で、ね、3年目なんですけど、その時にいる選手たちでこうやる手法とか手段はこう一緒なんですけど、なんかそこに向かってどういうような
こうマインドセットを持つのかっていうのは、選手によってちょっと違うなっていうのがすごいあって、まあ、特に今シーズンのもう選手たちは、チャレンジすること、アグレッシブになること、どうしてもこう、なんていうかね、こう失敗というか、自分のうまくいかないことが起きたときにそこで終わっちゃうとか、なかなかその一歩を踏み出せないっていう瞬間が、多かったりするんで、やっぱ安心領域を超えてどういうふうに多くのことをチャレンジさせていくかっていうのが一つ、こうコーチの話をこう頑張って聞こうっていう子たちなんで、結構そこにこう触れすぎちゃう、話が触れすぎちゃうところもあって、考えが触れすぎちゃうところもあってこうチャレンジしていいよってなると、今度ミスがポン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 って多発するような感じになってしまうんで、ターンオーバーがなんかとんでもない数になっちゃったりとかしたときに、いわゆるチャレンジングなこう失敗だったら、僕はそのターンオーバーはすごい価値があると思うんですけど、まあ、その今君の能力で、要はこのクオリティのやっぱりこうミスっていうのはなるべくこうゼロにしていかなきゃいけないよねっていうようなのがこう多発してしまうような感じになってしまうんで、この言葉がけの難しさっていうんですかね、妙っていうんですかね、すごい難しいなって感じています。だから僕も分かりません。でも本当に取材をさせていただく中で、まあ、何日間か、何週にわたって行かせてもらう中で、やっぱり聞く姿勢が本当に Z の選手たち、まあ、他のチームもきっとそうなんでしょうけど、すごく素晴らしいなっていうことを感じたので、僕自身もすごい勉強になったというか、岩井コーチの話を聞いて、いやそうだなって思いながらその辺もね、そちらの密着取材の方で、流れてる部分ありますので、よろしくお願いします。見ていただければと思います、はい、じゃあちょっと次の質問なんですけど、今回、対談という形で、茨城ロボッツ95の本部コーチと、宇都宮アップレックスの、本屋のコーチと、対談を前の動画でしてるんですけども、この2チームに対しての印象であったりとか、順当にいくと、決勝で当たる準決勝で茨城、決勝で宇都宮という、まあ、これは今ですね、どのコーチとも話してるんですけども、まあ、バスケットボールダイナー得な結果になっていただけると嬉しいなっていうまあ結果が全てではないんですけども、まあ、それ楽しみ方も僕の中ではあるので、なんか2チームの岩井コーチからの見た印象、それこそチャレンジカップも対戦したと思うので、どんなチームかなっていうのをお聞きしたいんですけど、なるほどですね。茨城はそうですね、茨城ロボットさんは、まあ、こうコーチの印象のところでいくと、根本ヘッドコーチ、僕よりも全然年下のコーチなんですけど、やっぱりこう、聞く彼がいろんなものを吸収する姿勢だったりとか、こう話を聞いている姿勢っていうのは、なんかこう素晴らしいなっていうのはすごい感じてて、いろんなものをこう取り入れようとして、いろんなものをまたコートの中でこう選手たちに表現する力っていうのが非常に素晴らしいなって感じることですし、選手たちも本当に、何人かは1年生から頑張ってる子たちがいて、サイズ的にはそんなに大きくはないんですけども、スモールラインナップでも非常にこう選手たちがこうコートの中で判断して行うバスケットっていうのはすごい魅力なんじゃないかなっていうのを感じてます。はい、はい、で宇都宮ブレックスさんは、まあ、ここはもうねチャンピオンチームとしてポンってあるような、はい、感じですけど、まあ、去年の、去年まで U15 ヘッドコーチを担当されてた荒井さんから翻訳にまたですね、翻訳ヘッドコーチも僕よりも年下なんですけど、まあ、すごい考え方がしっかりされてるし、まあ、子どもたちと真摯に向き合う姿勢っていうのは改めて僕も大事だなっていうのを気づかされますし、僕の印象はもうなんか侍みたいなコーチだなっていう侍みたいなコーチ、はい、あって、本当コートの中でも
まあ、コートの外でもやっぱり選手たちのことを考えて行動する姿勢というのは素晴らしいなと思います。でチームとしてはデックさんもさらに茨城さんよりかはサイズダウンするんですけど、本当にブレックスメンタリティでもあるディフェンスをもう一生懸命追うことからハッスルして、リバウンドもちっちゃいながらボックスアウト頑張ってっていうような、本当にその中学校年代で、ね、こうオフェンスに目が行きがちだったりはするんですけど、本当に泥臭いディフェンスと、まあ、こうですごいのがその誰かだけとかスタートの子たちだけじゃなくてチーム全員が頑張るっていうのが印象的なので、やっぱりそのチームのフィロソフィーとしてしっかりチーム全体に伝わってるチームなんだなっていう印象はすごい感じます。ちょうどブレックスメンタリティの話を本屋さんとしたので、やっぱりそういうのってこう見てるこっちも感じますよね。言うだけではなくて、もう表現されてるなっていうことがトップチームからしっかり受け継がれてるんだなっていうのが感じます。あとは新井コーチから本屋コーチに変わっても、やっぱそのメンタリティというかフィロソフィーが受け継がれてるっていうのは、結構もしかしたらその僕たちユースのロールモデルになるような、形なんじゃないかなとも思ってます。では最後なんですけども、まあ、今回の、チャンピオンシップが、中学生15歳の選手たちにとっては、最後の大会で、まあ、残念ながらコロナウイルスの影響であまり多くの大会であったりとかバスケットボールの時間を過ごせなかった選手たちの世代にもなってしまうと思うんですけれども、その選手たちに対して岩井コーチが、まあ、どんな大会にしてほしいとか、まあ、チームとしてどういう、 こう成果、結果ではなくて成果を残していきたいみたいな、気持ち、思いがあればお聞かせいただきたいなと思うんですけれども。そうですね、本当に僕たちはすごい恵まれたチームであって、チャレンジカップも参加させてもらって、で、要はジュニアウィンターカップも出場させてもらって、で最後にこういうようなチャンピオンシップにも出場させてもらうっていうのは、おそらく日本で一つしかないかもしれないです。そうですね、確かに、チャレンジカップでジュニアウィンターカップ出場したチームは僕たちだけなんで、そういうような本当公式戦オフィシャルゲームに参加させてもらったっていうのは本当に特別なことだっていうのは感じてるので、やっぱりそういうような環境を作ってくれた人たちに、まあ、何かこうコートの中で返せるものっていうのを、まあ、少しでも表現していきたいなと思ってます。まあ、それはこう誰がどういうふうに感じるかは、まあ、その人の感じ方によって変わると思うんですけども、僕たちが本当できることをコートの中で、まあ、全力を尽くしてやるっていうのは一つ。あとはチームとしてはやっぱり各選手がこの大会を通してどのように成長していくのか、成長する上でこう未来に向けてどうつながっていくのかっていうのがすごい大事になってくると思いますし、大会のこう結果実績っていうよりかは、その一試合一試合こう勝利する工夫っていうのを常に作ってます。実績は、まあ、後からついてくるものなんですけど、その勝敗に対しては こだわりたいとか、勝つことに対しての準備だったりとか試合中の工夫っていうのは常に続けられるように頑張っていきたいなと思います。であとはなかなか他の B ユース以外のところでなかなか部活動だったりとかマッチクラブの大会がなくなってしまっている状況ではあるんですけど、だからやっぱりここでの本当に肩書きだったりとか実績が、じゃあその本当の意味でこう未来につながるのか必要なのかっていうのも必ずしも条件ではないっていうところがあるので、やっぱり日本には僕たち DUS 以外にも多くの可能性ある選手たちがいると思ってるので、本当次のステップに向けてですね、また僕たちだけではなく全員で、よりよくできるようにしていきたいなとは考えています。本当に、まあ、この大会本当に大きな大会なので、はい、通じて今までの、まあ、集大成の一つ、は
発揮してほしいということと、かつ、多くの選手がこれからの未来に向けて新しい一歩目にしてもらいたいなっていうことが、はい、このチャンピオンシップの魅力であり価値であるのかなと思いますので、はい、ぜひ、バスケットボールで、皆さんご覧になっていただければと思いますし、はい、アースフレンズ東京 Z、茨城ロボッツ宇都宮ブレックスの、U15 を注目して応援していただければと思います。もちろんあなたの、住んでるですね、応援しているクラブ、B リーグのクラブのユースも参加していると思いますので、はい、注目してもらえればと思いますので、ぜひみんなで応援していけたらと思います。では、岩井コーチ、今回はありがとうございました。ありがとうございました。